寮生活についてご説明いたします。バッシブには寮が併設されており、保護者がシンガポールに在住していない生徒が寮生として暮らしています。現在の人数は男子84名、女子53名、合計137名で、全校生徒の約 43% にあたります。また保護者がシンガポールから本帰国となる自宅生も途中入寮が可能となっています。寮には寮監さん2組がご夫婦で常駐してくださるほか、先生方が寮生一人一人にチューターとなってサポートしてくださっています。部屋は男子女子ともに完全個室となっており、全部屋 Wi-Fi と冷房が完備されています。部屋の清掃なども自ら行うため、自立した生活を心がけることができます。平日は朝、昼、晩の3食をこの生徒ホールでいただきます。昼食は自宅生も購入が可能となっています。休日は朝食のパンと飲み物が提供されます。昼食や夕食は友達と近くのホーカーセンターやショッピングモールに行くこともありますが、このようにデリバリーを取ってみんなに食べるのもとても楽しいです。また休日は友達と出かけたり買い物に行ったりと、思い思いの時間を過ごします。私はバンドを組んでいるため、休日はオーチャードやサマセットにあるバンドスタジオに行き、みんなでバンドを練習をしたり、外出をしないときはプールや体育館などの施設を利用することができるため、プールで泳いだり体育館でバスケットボールの練習をしたりしています。寮は私たち男女寮長を含めた寮生員が中心となって、寮生活におけるルールの策定や寮生行事の企画実施などを行っています。毎日行われる点呼に時間通りに集まることや、平日の夜8時半から10時半まで行われている合同学習に真摯に取り組むなど、当たり前のことが全員でできるように声を掛け合っています。昨年度は寮生行事として新入寮生の歓迎会や寮生のみんなでナイトサファリに出かけたりなどをして親睦を深めました。私は寮生活の魅力は、親元を離れて寮生のみんなと協力して生活していく中で深い絆を得ることができるところだと思います。私はもともと人見知りな性格でしたが、寮生活をしていく中で寮生のみんなと長い時間を一緒に過ごし、寮生行事などに参加していく中で深い絆を得ることができました。このように友達作りが得意な子はもちろん、苦手な子でも寮生のみんなと多くの時間を一緒にしていく中で、自然とみんなと話せるようになり、深い絆を得て高校生活がさらに楽しくなります。以上でバセシブの寮生活の説明を終わります。